管理局はいつでも書いてるぞ。すぐそこにキオスクがある。よう、新しい船長さん、うちのクルーが船を見てやろうか。あと貨物を下ろしたくなったら貿易管理局のキオスクに立ち寄ってくれ。と気に入るものがある。うちのブースの隣で貿易管理局がキオスクを運営してる。タラップの近くのちょっと横にそれたとこだ。何でも屋を探してるならジェミソン・マーケンタイルが一番近い。警備隊の検問を抜けた先にある。ビューポートがおすすめだ。広場に入ってすぐ左だよ。商売は順調だ。用があるなら店にいるぞ。私がどんな目に遭ってるかわからないのか。私はなあ、わめいたりしてすまない。いやはや落ち着かなくては。大使館での仕事があるというのに、そこの勤勉すぎる警備員が町に入ることを許可してくれないのだ。外交ビザが必要だという。何度もニューアトランティスを訪れてきたが、要求されたことなど一度もなかったのに。え、本当に？使い走りにするようで申し訳ない。ただそのかなり混乱していてね。もし時間があったら自由公正同盟の大使館に行って外交官と話してもらえないだろうか。彼らなら何をすべきかわかるだろう。仕方ない。どうも今日は薬日らしい。無事でいろよ。私は確かに魅惑的だよな。町に入ると同時にスキャンされる。よし、正気はかThank you.
に約束をしていないと大使館の内部には入れないわ。自由公正同盟の大使館へようこそ。ご用件があれば遠慮なくお申し付けください。ああ、UC 警備隊は相変わらずね。隙あらば嫌がらせをしてくるし、いつまでも被害者面してる。丸く収まるよう宇宙港の連中には手を回しておくわ。わざわざありがとう。ねえ、ああ、てっきり帰るかと。ごめんなさい、決めつけは良くないわよね。私の待ってたカールじゃないだけで、あなたもカールって名前かもしれないし。漏電を調査することになってるの。ここしばらく電圧の低下がよく報告されてて、ようやくマストが乗り出してきたのよ。分身なんてできないし、カールは来ないし、だから目立たないようにしてるだけ。電力の漏出を遮断しようとしてるの。どうやら大量の電力が様々なサブシステム越しに経路変更された結果みたいね。でも二人じゃないとできない仕事なのよ。誰かがそのサブシステムに関連したジャンクションボックスを見つけて停止しないといけない。で、もう一人はシステムを遠隔で監視するの。とても簡単だし比較的安全よ。感電死するケースは稀だから。同僚よ、一緒にこの仕事を任されたけど、この件を深刻に捉えていないようね。驚きはしないけど、ほとんどの人はここで起こってることなんて平気で見て見ぬふりするから。そう、じゃあお言葉に甘えさせてもらうわ。あなたしかいないし、この件はどうしても解決しないといけないから。必要なのはそれほど厄介なものじゃないわ。説明は遠隔でできるから監視ステーションへ行くわね。お目当ての箱だけど、最初の一つは UC サープラスの近くにあるわ。アントニオの店よ、知ってる？あなたがそこに着いたら連絡するわ。あの仕事の担当者、名前は何だっけ？どうかしらね。私は会計士だった。今じゃこのありさまだ。ねえ、聞こえる？うまくいってると思うけど、私からはよく見えないけど、最初のジャンクションボックスは近いはずよ。壁に取り付けられてるから探して、見つかったら箱を開いて。
大きなスイッチがあるから切り替え。そう、上出来よ。そうか、あれが補助ブレーカーを落として、それであれがあそこに。本当にあんな配線はひどい。よし、わかった。次はジェイクズを過ぎたずっと先、そこから1階か2階上かな。少し遠いけどごめんね。でもすごいのよ、本当にリラックス効果がある。ものにも値段がある。決まり文句だけど。この区画は最近じゃあまり使われてないからちょっと見つけにくいかもね。それよ、次のはそんなに遠くないわ。ジェイクズの先の行き止まりよ。買い手を探してるアパートのすぐ下ね。頑張って。ジャンクションボックスは近くよ。まだ誰かいたら目を合わせない方がいい。きっと大丈夫なはずよ。またスイッチが切り替わって新しい道ができた。こっちの電気も点滅してる。配線は思ったよりひどい状態で、あなたが次のジャンクションボックスを探す間にこっちは私が何とかするわ。どうやら貿易管理局の近くにあるようね。よし、とにかくそれを見つけないと。それからまだ誰にも言わない方がいいわ。貴重品があるなら友達まで渡さず。何か分からねえからな。調子はどうか。オッケー、対処が必要な最後のボックスはその辺にあるはずよ。今気づいたけど、残念ながらこの配線は絡まりまくってるわ。まるで配線し直そうとして200年くらい失敗し続けたみたい。3年前、私も修理しようとしたけど2日目には並々だったわ。で、3日目にはサジを投げた。いずれにせよ、ジャンクションボックスへアクセスする前に補助ブレーカーの方をやりましょう。順番は覚えてないけど、その回路の動力が全部落ちるまでレバーを切り替えて。すごい、やったわね。本当によくやってくれたわ。おかげで1週間分くらいの手間が省けた。監視ステーションで合流しましょう。前にあったところの近くよ。
そういえばお礼は言ったかしら。本当にありがとう。私一人じゃきっといくら時間があっても足りなかった。そうそうできることじゃないわ。とても感謝してる。あなたが助けてくれたおかげで漏電を追跡できた。これで出どころが分かったわ。残念ながら悪い予想が当たったわ。発生源は貿易管理局よ。つまり私が対処しなきゃいけないってわけ。これは楽しくなりそうね。あなたも一緒に来たいならどうぞ。でもその気がないならここでお別れね。